皆さんこんにちは。メディカルリデュース合同会社の荒牧と申します。本日の業務お疲れ様です。さあ本日のテーマなのですが、人手不足で辞めたい看護師さんへについてお話しさせていただきます。まあ看護師はいつもそうなんですけど、看護師さんってどうしても人手不足人手不足ってよく言われるのですが、で看護師さんはどうして人手不足が起こるのっていう原因と、人手不足で業務についていけない時どうしたらいいのっていうことについてお話しさせていただきます。この動画を最後まで見ていただければこちらの疑問が2つ解決できますので、もしよければ最後までご覧ください。で私の YouTube チャンネルでは主に看護師さんの悩み、また転職についての情報発信をしておりますので、もしよければチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。で私は医師や看護師ではないのですが、こちらの感染性医療廃棄物処理装置を主に販売しております。こちらの処理装置を導入した病院様は1000床以上の病院様で、年間1300万以上のコスト削減につながりました。また今現在コロナウイルスで赤字経営の病院様が7割以上あるということですので、ご検討のよろしくお願いいたします。また私の方で電子書籍2冊と無料レポート1冊プレゼントの方も行っておりますので、もしよければ下の概要欄の方をご覧ください。で続きなのですが、じゃあなぜ看護師さんは人手不足が起こるのかっていうことなんですが、まず第一に看護師は何が高いということなんですけど、これは離職率ですね。離職率、まあ辞めていく人が多いっていうことです。離職率ですね。離職率がとても高い職業っていうことで、看護師は離職率が高いっていうことなのですが、じゃあどのぐらいの率が高いかというと、新人看護師さんはだいたい 7.8% で、普通に働いてる常勤の看護師さんでもやはりですね 10.9 ですね。10.9% の方が辞めていきます。大体ですね10人に1人は辞めている確率となっていきます。まあ、結構の確率で辞めていく看護師さん多いんですが、まあ、なぜそうやって辞めていくか理由がありまして、どういうものがあるかというと、理由として女性の看護師が多いっていうことです。でやはりですね、看護師さんって体力勝負の部分もありますので、やはり男性看護師がいないといけない部分もありますし、でも男性看護師さんって結構少ないですので、女性の看護師さんにとってはものすごく負担になります。であとですね、何であるっていうことなんですけど、まあ、これは皆さんよくご存知のように激務ですね。激務であるっていうことです。このやはりですね、激務であるってよく聞くんですけど、この激務と本当に何とかしてあげたいっていう気持ちはもう私はいつもあって、でやはりですね、この激務、まあ私は看護師でもないから経験してないから、あなた激務ってこと分かってないでしょって思われる方もいると思うんですけど、やはりこの激務っていうのは、まあ、どの職業もそういうことはあると思うんですけど、特にもう看護師さん女性の多い社会ですので、激務っていうのは本当辛いと思います。男でも辛いと思うのに、女性の人の方がよっぽど辛いっていう部分があると思います。次にですね、何しやすいっていうことなんですけど、これはやはり転職ですね。転職しやすいってことです。転職しやすいっていう部分があります。まあ、看護師はやはり国家資格ですので、その資格を持っていれば転職はものすごくしやすいですが、いやだからといって新人看護師さんはもうなんかこんなに離職率が高いから私も辞めていいんだとかみたいな軽々しく思って辞めるっていう感覚はしないでください。結局以前の動画でも言いましたが、転職するっていうことはやはり即戦力になる人
人が必要とされているので、新人看護師さんそんなすぐに即戦力とはなっていないので、なんかノリで辞めたり、こうやってみんな離職率が高いから私も辞めればいいや、国家資格持ってるから転職はすぐできるでしょうみたいな軽いノリでやったらちょっと転職ができないっていう場合もありますので、そこのところちょっと気をつけてください。で次にですね、もう看護師さんは本当もうすごい、もう自分もすごい職業だなと思うんですけど、これはミスは許されないっていうことですよね。に命を扱う職業なんですけど、確かにミスはしてはいけないですけど、必ず全てパーフェクトの人はいないと思うので、ミスをしたらもうフォローするという感じでしていかないとやっていけませんし、ミスをしても自信なくして鬱になってしまったっていう看護師さんも多いですので、まあ、ミスは許されないですが、あまりミスをしないように気をつけながら仕事をすればいいと思います。またミスは恐れないようにして、本当にわからなければ立ち止まって何度も聞くっていうことはしていいと思います。それは新人看護師さんの頃はそれ何回もやっていいんですけど、何年もやってる看護師さんはそういうことをちょっとやってはいけないと思うんですけど、でも本当不安があればやはり上司の方に聞いたり先輩看護師に聞いたりすることも大切だと思います。で次にですね、何が続くことが多いっていうことなんですけど、これは夜勤ですね。夜勤が続くことが多い。まあ夜と昼間じゃ全く仕事も違いますし、またちょっと生活リズムがどうしても崩れてしまう場合もありますよね。そこでやはりがかかってしまって辞めてしまうっていう看護師さんが多いです。でやはりもうこれもそうなんですけど、体力的にも精神的にも辛いってことですよね。精神的にも辛い、きついっていうことです。まあ看護師さんの職業じゃなくても、こうやって体力的にも精神的にも辛いっていう方多いと思うんですけど、まあこういう時は基本的に本当に無理をせずに、体を休める時は必ず休めてください。で無理難題言ってきたらもう無理なら無理です。でもう新人看護師さんとも堂々と言っていきましょう。だって結局無理して自分を体壊して仕事ができなくなってしまうような体になってしまったら全く意味ないですので、このところ皆さん堂々と言ってください。で新人看護師さんもそういうことを、もう無理なら無理ってはっきり言うようにしましょう。生意気とか言われてももう気にせず、もうどんどん言ってって、職場を良くしていきましょう。まあそういうもう時代だと思いますので、まあ、昭和みたいな長く働いたらいいとか、長く働けば私はすごいとか、なんかそういうわけのわからないことを言ってる人は完全無視するようにしてください。で2番目なんですが、やはりですね、今人手不足で今働いてて業務がついていけない、まあ、こういう時どうしたらいいかちょっとお話しさせていただきますけど、でやはりですね、新人看護師さんっていうのは貴重な新人の1年間ですので、こんな人手不足の状態で先輩にも襲われない、先輩にも構ってもらえないっていう状態でこの1年間過ごしたら、とてもこれ無駄になります。で特に1年目っていうのはもう何でも質問し放題の無敵モードですので、その期間っていうのはものすごくこの期間を逃したらもったいないですので、でそういう1年っていうのを無駄にしないためにも、やはりですね、貴重な1年間人手不足のところで働くっていうことはあまりしないようにしてください。でこうやって人手不足で皆さんちょっとこういうことになってないでしょうか。で自分自身が潰れてしまう状態じゃないかっていうことと、じゃあ今人手不足でものすごくもうまずい状態で、じゃああなたは患者さんや周りの先輩とか仲間ですよね、周りの方を守ることができますか、フォローしてあげることができますかっていうことです。でもうこの2つでもうできていない状態であれば、もうすぐ転職するようにしてください。でもう大体答えも言っちゃってるんですけど、対策として一つありまして、こういう状態、人手不足の状態が続いてるって場合は、じゃあどう
うしていけばいいかというと、で看護師長さんにいつ頃新しい人ですね、新しい人が配置されるのか聞いておいてください。まあ、配置されるっていうか、新しい人が入ってくるかどうかを聞いてみてください。で、ここは行わない場合は、新人看護師さんの場合はですね、何をして必要な何を受けるかっていうことなんですけど、新人看護師さんは転職ですね。転職をして、転職をして必要なやはり教育ですね。教育を受けれる転職先を見つけてください。でやはり1年目、看護師1年目っていうのは教育期間ですので、まあ1年目から3年目っていうのは教育期間ってなってしまいますので、やはりちゃんとした教育を受ける場所を選んで転職するようにしてください。ただしですね、人が補充されるというか人が入りますよと、看護師長さんから来月何人か入れるよっていう状態が続いて人手不足を解消するんであれば、そこの職場に続けるべきです。で、本日ですね、この離職率が高いっていうことで、10人に1人は辞めるっていうことで、これを分かって勢い余って辞めてしまう。もうここの職場は嫌だとか、まあこの先輩が怖いから辞めたいとか思って、この離職率が高いから辞めてしまえばいいやっていう感覚では辞めないでください。で基本的にですね、1、2年っていうのは経験不足ですので、やはり辞めたとしても他の職場でも同じようなことが繰り返されて全く意味がないということですね。まあ、基本的にはまあ私のこういう世代ですので、3年以上同じ職場で働かなきゃいけないっていう気持ちはあるんですけど、でやはりこれどうしたらいいですかって時は、先輩看護師と看護師長さんに相談して解決するようにしてください。でそれであまりにも解決してくれない場合は転職するようにしましょう。まあ私はこれしょっちゅう毎回 YouTube で言ってるので、一応転職をする基準として覚えておいてください。人手不足で辞めたい看護師さんへっていうことで、人手不足の時、辞めたいって思った時どうしたらいいかについて本日お話しさせていただきました。まあ人手不足ってどの職業の方も言ってますが、基本的にはそうでもないとも思いますし、皆さんでやはり協力していけばこの人手不足っていうのはなくなると思います。でもこれから2025年超高齢化社会になっていきますし、2025年には27万人不足する事態となってしまいますので、それをまあ私は防ぐためにこちらの会社を立ち上げたのですが、皆さんなんとか一生懸命乗り切りましょう。本日は以上です。